おだんこともね様、崖よ。おい。はい、ということで皆さん、チョコといえば何を思い浮かべますでしょうか？まあ皆さんね、チョコといえば俺はこれだよっていうのをね、まあ頭の中で刷り込まれてると思うんですよ。ただね、そんな中今日紹介するのは、これですよ。ティロルチョコドリンク。ティロルチョコですね。やっぱな、チョコといえば、ティロルでしょ？まあ皆さんもね、やっぱ、ガーナとかね、メイズイとか、いろいろあると思うんですけど、やっぱティロルチョコですよ。そのティロルチョコがね、ドリンクになったということで、これをね、ミニストップ限定で売ってるっていうね、まあ激レアですよ。激レアミニストップ、皆さん近くにありますか？まあ、僕ね、全然ここ数年、ティロルチョコは食ってないんですよ。そんな食わないでしょ、言うほど。買ってきた。これ再現してるかっていうのはね、俺は肌でね、感じたい。ただ飲むだけじゃね、つまんねえなと思って、もう動画としてね、この歴史に残しておこうかなと。このミルクのチョコドリンクが、どれほどね、まあ、再現してるかというところですよ。ということでね、実際に飲んでみたいなと思います。ほっ。よし。ということで、早速、まあ、告げました。こんな感じですね。ココアっぽいっすね。ココアだろ、これは。匂いもね。チロルチョコのに、チロルチョコの味がわかんねえからさ、多分飲んでも何もわかんねえ。まずは飲みましょう。まずは飲んでから、まあ、ティロルチョコ食べて、で、まあ、口の中でね、調和させた時に、まあ、どんなケミストリーが生まれるかということですよ。飲みましょう。まず、いや、俺、結構そういうのさ、素直に言っちゃうタイプだから言うけど、なんかさらっとした感じなんだよな。これだったらなんか万宝天ココアの方がよかったわ。まあいいや、食べよう。絶対これ味違えわ。俺の記憶の中にある味と全然違えよ、これ。なんだよ、これ。限定っていう言葉に釣られたよね。いや、全然違えじゃん。味が。白チョコうめえ。もっとミルク感とか練乳感出してほしかったな。騙されピーノだよ、騙されピーノ。いやでもね、今、白チョコを食ったおかげで、これを飲んだ時に味が変わるかもしれないし。そういうの狙った商品かもしれないから、ちょっともう一回飲んどこう。いや、全然違えじゃん、これ。動画を最後まで見てくれた、ナイスな君に、もう一点お願いだ。スマホを使ってるかい？そしたら、下のチャンネル登録ボタンをタップ。パソコンだって？そしたら、左下のチャンネル登録ボタンをクリック。あ、君たち、ツイッターやってる？僕はやってる。重要なことは、すべてツイッターでつぶやいてるから、小荒々な君たちは、ぜひともフォローしてやってくれ。じゃあ、今日も本当にありがとう。次回またお会いしましょう。See you next time!